どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツやっていこうと思うんですけど、今回はちょっと、今、ざわついてる、放置型フィールドのオフラインモードに関するお話をしたいと思います。で、初日、二日目ぐらいですね、やっぱり自動分解バフを購入するのに Ruby950 個使うということで、かなり抵抗あって、使わずにやってたんですけど、とてもじゃないけど地図を消費することができなかったですね。なので、自動分解バフはもうこれ必須に近いような感じになってたので3日目に、Ruby を使って自動分解バフを購入しました。で、まあ自動分解バフを購入してれば、まあそれなりに、地図消費できて悪くはないかなと思ったんですけど、やっぱりこの Ruby950 個使用しなくちゃいけないっていうのがかなりネックになってるなと思いました。で、ログイン報酬ですね。ログインボーナス。ログインボーナスの方って改変されて、Ruby が1ヶ月で獲得できる Ruby の量増えたんですけど、まあ、この、こっちですね。今まで月で980個しか多分もらえなかったんですけど、それが、2100個、増えて、1100個ぐらい、毎月の Ruby の獲得量って増えたんですけど、それに対しても、2ヶ月で、自動分解バフ、1900Ruby 使うので、それでも足りないと、やっぱり。なので、やっぱり Ruby の消費が増えてしまうということで、これどうなんだろうと思ってたんですけど、昨夜ですかね、運営さんの方が先に動きました。で、公式フォーラムにその内容が出てました。4月27日水曜日、放置型フィールド改変に関する今後の方向性とお詫びにつきましてということで、いろんな方から意見をいただいて、改変するということで、ちょっといつこれをやるのかっていうところまでは多分書いてなかったと思うんですけど、まあ、そのうちやるらしいです。で、まず1つ目、段階報酬の Ruby を従来のものに変更すると、4段階報酬である Ruby、100個だったのが60個に減らされてたんですけど、従来の100個に戻すと、まあ、これは普通にありがたい。で、2番目、成長ダンジョンの入場券の獲得率を上昇させると、これもありがたい。で、これですね、やっぱり自動分解オフラインバフ購入在庫の変更ということで、Ruby950 個必要だったのが、ゴールドに変更すると30万ゴールドで2週間持つので1月あたり60万ゴールドゴールドで済むようになると、まあ、これは一番嬉しいっていうか、これはもう当然やるべきところですね。で、4番目、これは知らなかった。全然ボス遭遇率を従来のものに変更ということで、勝手に下げられてたみたいですね、ボス遭遇率 2% に。もともと 3% だったのに 2% に減らされてた。気づかなかったけど、全然そんなの。で、それを従来のものに戻すと、元に戻すと、こんなとこ変えなくてよかったのにね。で、5番目、高難易度放置型フィールドでの、熟練度ポーションの獲得数の上昇。これも普通に嬉しいですね。で、6番目、これがよくわかんなかったんですけど、放置型フィールドをプレイしてなくても、すぐに報酬を獲得できるように地図を使用して毎日一定数を購入できる新パッケージを特定期間中一時的に追加する予定です。これは何のことかさっぱりよくわからなかった。で、あと補填もあったみたいですね。皆様に失望感を与えてしまったことを深くお詫びしますということで、4月29日の21時50分頃送付されてるみたいで、昨日確かに届いてましたね、なんかいろいろで、補填でこれが届いたみたいです。なかなかまあ、誠意が感じられる対応でしたね。というわけで、今回から、次回からですね、もう30万ゴールドでガンガン購入して、オフラインモードでやっていくといいと思います。いや、よかった。これはよかった。早い、決断をしてくれてよかったですね。というわけで、賛否両論あった放置型フィールド、改変をしてくれるということなので、まあ、いつになるかちょっとわかんないんですけど、
楽しみにしたいと思います。というわけでちょっと短いんですけど、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。